あなみさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、吉野家と ID 決済、松屋と D 払いでキャンペーン開催中ということで、今回はタイトルの通り、現在は吉野家と松屋がキャンペーン中ということで、サクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まず最初は吉野家からなんですけども、キャンペーン期間中に全国の吉野家で、電子マネー、ID を500円以上ご利用いただくと、抽選で2000名様に1000円キャッシュバックというキャンペーンですね。詳細なんですけども、エントリーは不要で、期間はもうすでに始まってまして、9月の9日まで開催中です。そして、500円以上で抽選で2000名様に1000円キャッシュバック。こちらは全員ではなく、抽選ということですね。まあ、これは公式ページでもあったんですけども、500円を一口として、 をして当選確率がアップしますすとということです、まあ、当選者の方には ID 決済をした3ヶ月後にカード会社からご請求書にて還元という感じですね。あと、一部キャンペーンの対象外の店舗もありますのでお気を付けください。まあ、なので、吉野家といえばオリガインペイが使えるので、それが一番ベストですが、もしご自身が使っている端末が ID 決済に対応しているなおかつ、吉野家の利用頻度が多ければこのキャンペーンを思い出すのもいいと思います。次に二つ目は松屋ですね。こちらは松屋と D 払いのキャンペーンです。 d 払いのアプリで支払いをするだけで d ポイントが通常の10倍貯まるということですね。詳細なんですけども、期間は8月の26日までもう少し期間があります。期間中に d 払いで支払うと d ポイント10倍と、そしてもらえる d ポイントは期間用途限定ですね。 そして新定時期は9月の8日ということです。そして対象の店舗なんですけども、今回松屋だけではなくて、松屋フーズグループのお店ということで、松屋、松の屋、松の屋、チキン亭、マイカリー食堂、天松、ステーキ屋、松、そして一部 D 払いに対応していない店舗もありますので、こちらもお気をつけください。 で、この松屋なんですけども、現在 PayPay ペイペイがワクワク PayPay ペイペイのキャンペーン中ということもあるので、まあ使い方としたらワクワク PayPay ペイペイの時間帯以外で松屋グループのお店に行く際はこのキャンペーンを利用してみるのもいいと思います。ちなみに牛丼つながりで以前動画でも紹介させていただいたこちらのスキヤと楽天ポイントのキャンペーンなんですが、 なんとですね、本日、僕にあの、当選メールが来たんですよ。抽選で10万名様に当たるということだったんで、多分まあ、当選確率が高かったんだと思うんですけども、まさか当たると思ってなかったので、嬉しいですね。まあ、そんなこんなで今回は、吉野家の ID 決済、そして松屋の D 払いのそれぞれのキャンペーンについてお伝えしました。一応下の概要欄にそれぞれのお伝えしたキャンペーンのリンクも貼っていますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。